ボーイズグループエクソのシャニエオルがアイドルランキングサービス最アイドルで11月の奇跡に選ばれた。シャニエオルは11月27日の誕生日に、11が売り生まれのアイドルの中で最多の1,7794,7372票を受け1位を獲得し、この月の奇跡に輝いた。ファンクラブエクソエルからの熱い投票のおかげだ。最アイドルは誕生日のアイドルの中で最も高い投票数を記録したアイドルを毎月今月の奇跡に選定し、地下鉄での広告展開を進行している。11月の奇跡に選ばれたシャニエオルの広告は、12月15日から同月29日までの15日間、ソウル市内のコンデイック駅で見ることができる。11月の誕生日の中でナムドヒョンが11月10日で5,671,1484票、パクージンが11月2日で5,546,3512票でシャニエオルの後に続いた。一方、シャニエオルは11月27日に誕生日を迎え、最アイドルの第93代寄付要請としても選定され寄付を言った。同日、全世界の数多くのファンたちは29番目の誕生日おめでとう、20代の最後の誕生日を幸せに過ごしてと、祝福のメッセージを残した。事業家としても大成功している少女時代出身のジェシカ。最近宿泊したプサンのホテルが話題。プサンヘウンデにあるラグジュアリーホテルグランドジョスンプサン。2020ママガワ、プレゼンターを発表。パクソジュン、ユヨンソク、チョンギョンホ、パクハソン、チョンヘジン、コボギョル、コンミョン、キムジソク、ピョンウソク、ユンバク、イドヒョン、イサンヨプ、イソンビン、イユビ、イムスヒャン、スヨンなど。エクソベクヒョン、ソロデビューした回を応援するツイッターの興奮ぶりがすごすぎると話題。最後にドゥ、休眠の超能力がまた復活するところを見た人、鳥肌。インスタのリンク設定知っている人。かい MMMH これ見てない人いるの。本当に。これ、すごくかっこいいのに、羨ましい、たい、かっこいい、顔文字笑い。あと5分だ。かい。うわぁ、僕はミュージックビデオを見た。手が震えるから、みんな、いや、皆さん。ぜひ見てください。本当にわぁ、本当わぁ。